はい、皆さん、こんばんは。t i ルーです。えっとね、えー、t i シネマ設立からね、約1年経ちましたけれども、えー、そろそろ t i リクルートメントチャレンジ3.0の方、開始に向けてね、動き出そうと考えております。はい、で、こちら、アンケートの動画となっております。何のアンケートかということなんですけれども、えー、左上に書いてある通り、目的、えー、っと、エディターの希望者、どれぐらいいるのかなってことを、 こちらで把握するためのアンケートとなっております。というのもね、あまり多すぎたら体力がとかなりしますし、まあ、少なかったら少なかったり、RC 実施できないよということもありますので、今のうちに参加者数、希望者数を把握したいためのアンケートの動画となっております、はいで。概要の米印のところに書いてある通り、プレイヤー RC に関してはアンケートは取りません。後日ね、いきなり実施という形にさせてください。 はい、でアンケートの回答方法ですけれども、左下に記載の通りです。まあ、読み上げますと、TI シネマのツイッターアカウントへダイレクトメッセージを送信していただきたいと考えております。アカウントは、えー「#TI シネマ」で、アドレスはこちら記載の通おり、まあ動、動画のコメント欄に投稿者コメント欄にも。 同じ内容を記載しようと思ってますので、そちらからリンク飛んでお願いいたします。あで、Twitter って、相互フォローしないとダイレクトメッセージのやり取りって昔はできなかったんですけれども、今は誰からでもね、設定次第で受信することができますので、今そういう設定にしております、TI Cinema の方。なので、TI Cinema、できれば <laughs> あのフォローしていただきたいんですけれども、まあ、ダイレクトメッセージそう、誰でも送信可能なんでお願いいたします。で、フォローカバックの方もね、やろうと思ってますので、あの まあ、対応を遅れることはあるかもしれないですけども、まあ、できるだけフォローバックの方もやろうかなと思ってます。はい。で、ライダイレクトメッセージで送っていただきたい内容ですが、えー、左下の画像の通りですね、まずお名前、それから年齢。 あとは使用している編集ソフト、AVA UTL とか、Blender とか、ベ e a r とか、After Effect とか、いろいろありますけれども、どういうのを使っているのかなってことをえお知らせください,い。YouTube チャンネルね、所持している方いましたら、そちらのリンクもお願いいたします。それから、モンタージュ編集経歴、どれぐらい編集やってますかってことを書いていただければ幸いです。あとはね、BF4 と BFH 持っているかってことをえーお願いいたします。 で、バツやったバツで、持ってったら丸って書いて、あとはプラットフォームですね、PC とかプレイセイとか書いていただければと思います。はい。アンケートに関しては、アンケートに関して作業は以上ですね。はい。で、今の段階でね、エディターの RC どういう内容にしますかってことをね、右の方にまとめてます。で、上から読み上げますと、まず年齢制限、エディターの年齢制限なしでいきます。で、実施時期ですが5月予定しております。 それから、えー、条件としてプレステ4もしくは PC のバトルフィールド4を所持していることとさせてください。はい、b f a に関しては特に問いません。あとは他のモンタージュクランとの掛け持ちは OK です。はい、で RC の内容ですが、えーっとね、1ヶ月で1分半から2分ぐらいのモンタージュ作っていただこうかなと思います。そちらをこちらで判断、評価する形にさせてください。 はいでコールオブデューティのエディターでね、BF の編集に興味ある方は、えー、過去のね、モンタージュ作品とか見せてくれたらあ、見せていただければと思います。はいで作品の URL とかはね、えー、左下の TI Cinema のアカウントで、ダイレクトメッセージで送っていただければと思います。はい以上です。まあ、もう一回申し上げますが、こちら RC の動画じゃなくて、あくまで アンケート希望者数を把握するためだけの動画になってますというわけでねどしどし、えー、メッセージいただければと思いますはい以上ですよろしくお願いいたします